皆さんこんにちは。11月の14日のリビングライフの時間です。聖書の箇所は詩編の14編1節から7節、タイトルは人生のすべての瞬間に神を認める人。神様は日ごとに御言葉を通して私たちに新しい恵みを与えてくださいます。私の思いは否定的なことを考えてしまう時がたくさんあるんですけれども、神様の御言葉に触れると私たちの思いが引き上げられて神様の御心を見るように導かれていきます。今日も聖書の箇所から恵みを受けましょう。詩編14編1節から7節。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。不法を行う者らは誰も知らないのか。彼らはパンを食らうように私の民を食らい、主を呼び求めようとはしない。見よ、彼らがいかに恐れたかを。神は正しい者の一族と共におられるからだ。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろう。しかし主が彼の酒どころである。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。聖書の御言葉を読むときに、私たちは自分自身の思いの中に、心の中にどのような思いがあるのかを気づかせてくださいます。そして間違っているならば、歪んでいるならば、神様は聖書の言葉を通して正してくださいます。今日の聖書の箇所の詩編の14編の1節のところ、愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。愚か者は神はいないって言っている。断定的にこの言葉を語っていますけれど、神はいないっていう、人間がその結論を出してしまっているっていう、私の心の中にも、ああもうこの問題はダメだ、この人間関係は改善しない、私の家族はもうダメだと諦めてしまうことや、何か自分の思いで断定的に物事を見てしまうような時があるんですね。でもそれは神様の御心を実現する道ではありません。私たちは実は何も断定できないんです。あれはダメだと、もうこのことは望みがないって言わなくていいんです。神様に目を向けるならば、無から有が生み出されていく、傷ついた関係が回復される、傷ついた家族が癒されるっていう、これが私たちに与えられている信仰であって、神様が私たちの人生にしようとしてくださっていることです。神様を信じて生きていくときに少し知恵が必要です。見たものを自分の知恵や力で、思いで判断しないっていう。今日の聖書の箇所の中には、2節、主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。神様が
私たちを見ていてくださっている。で、どういう歩みを期待されているかっていうと、神を尋ね求める。尋ね求めるっていうこの言葉は、神様にずっとつながって何度でも祈るっていうふうに言ってもいいかもしれないんですね。絶望で立ちはだかる壁が目の前にあって、もうダメだって諦めたくなるんですけど、神様助けてください、支えてください、あなたが山を動かしてくださいって神様に祈り続けるのが尋ね求める生き方です。その時本当に困難な山は動いていくんですね。3節、彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。なんか寂しい言葉がこの中に記されていますけれども、本当は人生の出来事やいろんな事柄を見ると、私たちはもう嫌になっちゃうんです。もうともすると神はいないんじゃないかって思ってしまうような、そういう世の中なんです。その中で神様が求めているのは、暗闇の中で祈り求める人です。悲しみの中でも諦めないで、神様あなたが山を動かしてくださいって尋ね求める人なんですね。私たちは自分の思いでは諦めてしまうっていう方に足を進めてしまう時がいっぱいあるんです。でも私たちは踏みとどまりたいんです。御言葉で踏みとどまりたいんです。祈りで踏みとどまりたいんです。いろんな人が神様の恵みなんてないって言ったとしても、離れていったとしても、信仰なんて虚しいって言ったとしても、いや神様は必ず私たちの祈りを聞いてくださる方だって踏みとどまる人になってほしいと神様は私たちに願っておられるんです。神様はその人を大切にしてくださいます。守っていてくださいます。そしてその思いを祈りを一つも地に落とすことなく引き上げて、その祈りを聞いてくださいます。神様の恵みっていうのはすぐに見えるものではないんですね。なかなか見えないって、そうすると誘惑が生じて諦めたくなるっていうか、ああこんだけ祈ってるんだから、それでも叶えられないんだから、ああもうこれはダメなのかもしれないなって、そういうような思いに支配されてしまうような時があるんです。だから恵みを経験するっていうのは簡単なことじゃないかもしれないですね。ものすごい深い忍耐が必要になってくる時があるんです。踏みとどまって踏みとどまって、現実はなおなお悪くなってくる中にあっても、大丈夫、主は一緒にいてくださるって、その恵みに踏みとどまれるか、その中でその人の人生の中にはやがて深い闇の中にあっても朝が訪れてきます。神様こういうことをしてくださったんだ、あの時本当に神の恵みから離れなくてよかった、いや私は離れてしまうようなことがあってもですね、祈ってくれる人がいたかもしれないんです。支えてくれる人がいたかもしれないんです。踏みとどまるように一緒に歩いてくれた人たちがいたんです。私もそんな友になりたいんですね。そうやって一緒に踏みとどまっていきたいんですね。やがて神様の恵みの光は照らされます。7節、ああイスラエルの救いがシオンから来るように、主が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。楽しめ、喜べ。神の御業に喜ぶ時がやがて訪れます。今日の詩編では踏みとどまって祈って、そして主を酒どころとして生きていくっていう歩みがこの詩編の中に記されています。いろんなことがあったら自分の知恵で判断しない、自分の思いで諦めない、神様のところに酒どころに行ってより頼んで
祈り求めて踏みとどまって祈り続けていくときに、神様の御業は私たちの人生に照らされていくということを経験していきます。信仰は難しいところを歩まされる時があるんです。忍耐が必要なんです。一人では生きていくことが難しい時もあるかもしれないですね。だから教会の友がいるんです。信仰の友が私たちには与えられているんです。一緒に手を取り合って、神の恵みはやがて訪れるから、それまで主のもとで私たちは歩いていこうと励まし合いながら歩いていく私たちでありたいと思います。苦しみや悲しみや痛みの中にあって、神様が私たちの心を守ってくださるように、自分では守ることができませんから、神様が私の心を守って恵みに踏みとどまって生きることができるように、一緒にお祈りしましょう。神様、私たちはさまざまなことを見て、さまざまな現実の中に生きるときに諦めたくなることや、自分で結論を出してしまうようなことがたくさんありますけれど、神様、すべてのことをあなたの御手の中に委ねます。あなたの酒どころに行きます。そして踏みとどまって、恵みの光が照らされることを待ち望みます。私たちの心を守ってくださって、あなたが一歩一歩導き支えてください。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。